ちょっとさんえ、婚約者に後輩と浮気され婚約掃きしました。じやーもう、あー、え、マジで一緒にするために仕事も辞め、引っ越すだけの状態でした。さらにはありもしない噂を流され、周りの視線も痛いです。親は毒親で頼れません。だって。元婚約者と後輩が憎くてしょうがないです。憎んでしまう自分も嫌になります。人を信じるのは怖いです。武井さん、どうやって乗り込みますかって。まあ、なんか人に裏切られたりとかして、 何かがダメになったら、ああ、早めに分かってよかったっていう感じ特に結婚なんかをもしそんな人としちゃってたらさ、なおさら大変じゃん。だからそんな、あんな人と一緒にならないでよかったって俺だったらほっとするけどね。うわ、結婚してたやら偉いことになってたなっ,つって。も、ま、う、あ、後輩のことがね、気になっちゃってそっちと浮気してるぐらいだったら、くれてやりゃいいやっていう、そんな人のために自分の生涯をね、捧げて、 支えていくなんていう道を選ばないでよかったなって、俺だったら感じるんで、別にあの、人が信じられないわけじゃなくて、その相手が信じられないだけなんで、まあ、相手がね、トットさんのことを大切に思ってなかったってことが分かったってだけだから、それ以外の人を信じられないとか、そんな風に思わずに、信じられる人もたくさんいるし、信じられない人も逆にたくさんいるから、簡単に信じない。本当に信じるに足る人を信じるっていうことがいいんじゃないって思うよ。なんか、我々も本当になんか、 世の中の悪意にしょっちゅうさらされてるし、言われもない中誹謗中傷を受けたりするけど、でも本当はネット上の良くないとこは、こう、そういった声がね、目立つから、叩く声とかそういうのが目立つから、そういうところに人が目を向けるから、なんかそれが体制の意見だみたいな感じで取られがちだけど、そんなことを書き込まない数多くの人が、それを何これって思いながら見てたりするからさ。だから街出て、 本当にこう世の中の人たちが、あいつムカつくわ、みたいな感じで、おい、ケ井、何してんだ、この野郎、みたいなこと言われるようになったら、もう終わりだなと思うけど、でも街出たらみんな、ああ、ケ井さんって言ってくれるし、ネットの中の声なんて本当に一部分の心ない人の声が表にベラベラと書き並べられてるだけなんだろうなって結構感じるけどね。だって俺本当なんか、悪いことなんか何一つしてないからね <laughs>。本当に。 なんだろうね。俺の直接の知り合いとかに、俺がなんか悪いことしてか聞いてみてほしいけどね。<laughs> 自分で言うのも変か、うん。まあまあ優しく穏やかに生きてるつもりなんだけどな。正しく生きてるつもりだけどな、俺。まあ、しょうがねえか。ね不倫とかさ。そういうのはまあしょうがないと思う。ね。でもそれもまあ個人の、個人の活動だから、そんなの 人にさらすってのはどうなんだろうなって未だに思ってるけどね、俺は。自分も武井さんのような心の広い大人になれるように頑張りますだって。これからも武井さん坂道グループの活躍を生きがいに頑張ります。だって。うん。そうだな。俺もそうするわ。いろんなエンターテインメントとか、ね、映画とかさ、音楽とか、そういったものに勇気をもらって、まっすぐ生きようっていうふうに決めたから、芸能界入ってからは本当に、 人に迷惑かけずに綺麗ごと言って綺麗ごとやって生きてこうって決めて入ったよ芸能界だからまっ、あ、すぐやるよ俺はうん頑張るわ竹さんは人間関係で信頼関係として裏切られた経験はありますかはい特に信頼信用していた人が自分の前だけいいことしか言ってないことを知り自分が情けなくなりました発砲美人の方を見抜ける方法はありますかだってまあ見抜く必要もないんじゃないですか。 信用してたとかっていうのは、まあこれ前にもこういう話したんですけど、人を信用してましたなんていうのは、すごくエゴ。はい、あ。自分勝手な話で、その人を信用しようなんていうのは、自分の中だけの感覚じゃないですか。相手がどういう人かは全く関係なく勝手に信用してるわけじゃないですかで。その人がそうじゃなかった時に裏切られたっていうのは、いや違うよと。そういう人なだけで、 別に裏切られたとかじゃないと思うんですよね。だから信用するかどうかなんていうのは、俺人間関係で別にそんな重要なことじゃないと思ってて、別に信用されてなくたって、信用されてない相手にだって適当にするかって言ったら僕しないですし、 はい。信用されてるからといって、絶対的にその人に対しての全て期待に応えねばならぬなんて思うプレッシャーを感じる必要はないし、だから自分が相手を信用してるなんていうのは、別に何の支えにもならない出来事だと思ってるから、自分に対して良くないことされた時は、自分のことがそんなに好きじゃないんだ、好きじゃなかったんだな、この人って思うだけで、まあ、しょうがないちょって何かが気に入らなかったんだろうなっていうぐらいのもんですわ。だから、 発泡美人を別に見抜く必要もないし、まあ、自分の前だけでもそんなに好きじゃないのに、よくしてくれてるんだったら気遣いだろうし、まあ、外で俺の悪口言ってたんだったら、あそうか、そんなに俺のこと好きじゃなかったんだと思って、まあ、そんなに関わりを持たなければいいだけの話だから、俺はあんまりそういうこと気にしないですね。ご気楽なタイプですき、基本的には俺は。外面でいいこと言ってくれてても喜ぶタイプです、俺は。マジでつって、ありがとうつって。はあ <laughs> あんまりそんな人の良くない部分を見て人生進めていくほどつまんないことないんで。はあ